はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうですね、昨日かな、おとついかな、の動画やったかな、おとついの動画やと思うんですけどね、そのセロリとミョウガの話をした時の動画でですね、皆さんにコメントをいただいた中でですね、タンパク質は食べてないんですかというね、コメントをね、もらったんですけども、しっかり食べております。食べておりますというか、流動食の中に入れて同時に飲んでおります。僕の流動食というのはですね、野菜中心なだけであってですね、お米とかね、お肉、お魚もね、しっかりとね、摂取しております。ただただお米じゃないわ、野菜が多いってことだけなので、野菜が中心となっていると、言ってるだけなんですよ。比率で言うたら、難しいな、どう言ったらいいんかな。タンパク質と脂質は、お肉とお魚も同じやし、一緒一緒個体にしてるんですよ。ほんで、炭水化物は野菜もあるし、お米もあるし、お肉は、お魚は、ほんまに同類にして、お肉、お魚、お米、野菜っていうのを、一体、4、5、6、7、8ぐらいの割合なんです。ちょっと野菜多めな感じなんですよ。といった感じのね、割合なんですわ。野菜はね、何も食べてもね、どんな種類をね、食べてもですね、いいので、というか、体には悪くないので、しっかりと多めにね、食べてるだけなんですよ、本当に。で、ほんでこの野菜のね、分量がね、なぜこんなにね、振り幅があるかと言いますとですね、お肉もお魚もお米もね、多めに食べたい時もね、あるじゃないですか。というか、あるんですよ。なのでね、お肉、お魚、お米もね、多く食べてお腹いっぱいになりたいなっていう日は、お野菜はね、たくさん食べられへんからね、ちょっと少なめになってて、別にそのお肉、お魚、お米をそこまで別に食べたくないなって思った日は、というか、そんな日っていうのは、野菜をね、多く食べたい日なので、逆にその野菜を多く食べたいなっていう日は、そのお肉、お魚、お米をね、ちょっとにしてるって感じなんです。だから、その野菜の振り幅が多く、くなってるだけなの話なんですよ。そしてもう一つコメントいただいたことのがあってですね、その誘導食は奥さんが作ってくれているから奥さんも大変やし、優しい奥さんですねってね、というコメントもね、すごいね、いただいてるんですけどもね、誘導食はね、自分で作っております。というか、ここ最近ね、その料理は僕が担当しておりまして、もういつからか忘れましたけどもね、気がついたらね、子供がいてる日のそのお昼ご飯とかもね、その毎日のその晩ご飯もですね、僕が作っております。包丁も持ったことなかったし、刃物なんてね、仕事で使ってるハサミだけでしたからね。で、ほんでその料理なんてね、その大変なことはね、僕にはできなかったとね、思ってたんで、もちろんだからね、台所にも立つことはね、なかったんですよ。でもね、その料理のね、手順をね、この提示してもらってやったら、その完成させたこともあるんで、その今やったらクックパッドみたいなもんですね。そういうのをね、見ながらやったらできてたので、全くできてなかったというわけじゃなかったんですけども、奥さんがいつもやってくれてたので、僕はする必要はなかったんですよ。でもね、その退院してからというものですね、2018年の12月28日に退院してから、口の中の粘膜障害っていうのが少しずつなんですけどね、ひどくなってきててね、ほんでいつしかね、普通のご飯が食べれなくなってきて、食べなあかんし、ご飯っていうのは無理やりでもその食べていかなあかんからね、なんかこんな僕でもね、食べれるもんないかなって考えた結果、その病院でね、入院した頃ね、管理栄養士さんとのね、会話の中でね、出てきたね、流動食っていうのをね、思い出したんですよ。その先ほども言いました、その口の中の粘膜障害というのはですね、骨髄移植の副作用、合併症のね、移植変態縮視病、GVHD という、ね、病気が、ね、原因なんです。で、入院中も、ね、そのひどい時があって、なんせその固形物っていうのが、ね、そのちょっとの硬さを感じるものでさえも食べることができないくらい、口の中の粘膜のただれっていうのが、ね、もうひどかったんですよ、ほんまに。で、その退院する頃っていうのは、そのひどい、ね、口の中の粘膜障害も収まってて、ちゃんと退院できたんですけども、でもね、そこからはね、でも徐々に
に徐々にね、まあ、その頃までには戻ることはなかったんですけども、まあ、それなりにねまだひどい状態まで、ね、ぶり返してきてしまってね、しかもそれは突然やってきたんですよ。そのね、まあ、思い出しただけでもね、あの時は辛かったなと思ったんです、思ってたんです。そのね、前の日までは食べれてたものがこの次の日には食べれなくなってて ね家族でいただきますって言ってね、その食べ始めた頃にですね、突然の痛みに、ね、襲われてですね、大声を上げてしまってね、その一緒に食べているね子供を泣かせてしまったこともあります。でもしそんな状態がね、まあ、今後続いてしまうとね、まあ、子供も怖がるしね、その奥さんも心配させ続けてしまうから、もう流動食っていうのをねやることにしたんです。最初はね、そのミキサーとかね、まあ、フードプロセッサーを使ってやってたんですけども、もうそれをね洗うのがめんどくさいしね、まあ、古いタイプのやつやったからね、その分厚いガラスやったから、そのこういうやつがね取っ手がついてるやつあるじゃないですか、もうね重くてね、それがすごい重くて、でまあそのね、こんな体やからね力もね弱くなってきたわけですよ。だからね、それを毎日毎日するのがほんまに嫌になってて、なので、まあその最近ではですね、そのハンドブレンダーっていうのをね使ってですね、そのお鍋でね、その火をかけて火を通した食材にですね、直接ブレンダーでブーンってかけて、その砕けるだけ砕いて、食材を砕けるだけ砕いて、それを冷まして飲んでいます。でそんな感じでね、その流動食に至るまでにはね、もう紆余曲折があったわけでございますよ。でそのね、その流動食もね、まあ、この動画の最初に言ってました、その食材の比率ってね覚えてらっしゃいますでしょうかね。あのお肉、お魚、お米、野菜をね1対1対4、5、6、7、8くらいの割合でね、まあ、ちょっと野菜多めなんですけども、これもね、その管理栄養士さんの指導のもとにね、まあ、自分なりに考えてやってることなんですよ。まあ、そのお肉、お魚、お野菜に対してのお米の比率というのは、まあ、普通の普通というのはまああれなんですけど、まあ、まあ栄養を管理するには、まあ、少ないんですよ、そのお米の比率がね。まあ、で世間一般ではそのお米っていうのは主食と呼ばれていまして、でその他の、お肉、お魚、野菜っていうのは副食と呼ばれています。でそのね、その、主食とされているお米っていうのは、言いにくいな、主食とされているお米っていうのは、その一食の、その一度の食事でのパーセンテージね、そのお米のパーセンテージ、一度のお食事に対しての、一度のなんて言ったらいいんだろうな。難しいな。1回のご飯食べるときに対してのお米の割合ですね。でその割合が 45% か 65% を占めているのがね、定番のパーセンテージなんですよ。でもね、このパーセンテージの考えにはね、実はね、その置き換えというね、方法がありましてですね、主食というのはお米なんですけどもね、お米というのはね、炭水化物なんですよ。炭水化物の中のお米なんですよね。なのでね、このうまいこと計算してね、炭水化物ってね、じゃがいもとかもあるでしょ。炭水化物の中にお芋類のね、じゃがいもってあるじゃないですか。でそれらの食材を使って分量を変動させていって、なんとか自分なりに食べれるものを作って食べてるんですわ。まあ、そんな感じなんです。なのでね、ちゃんと動物性タンパク質、植物性タンパク質、納豆とかも好きなんでね、最近はね、ソイティーか、豆乳と紅茶を割って飲むソイティーっていう、あと豆乳もね、豆やからね、まあ植物性タンパク質じゃないですか。なのでちゃんと動物性のタンパク質も、植物性タンパク質も食べてますので、コメントくれた方はね、ご安心くださいませ。まあ、そんな感じでね、今日はね、以上となります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。